にちは、みやこです。今日はユタ州カナブという町にあるアメリカンレストランへご案内します。ネット検索するとカナブのレストランベスト10の2番目に出てきます。ワイルドタイムカフェという名前です。ではメニューを見てみましょう。食材のほとんどはオーガニックガーデンで採れたものを使っているそうです。またビーガンやベジタリアン、グルテンフリーのメニューもあります。ネット検索でそのことを知ったとき、行ってみたいなと思いました。面白い名前が並んでいます。まずスープはスープオブザデイにします。メインはエビ入りのベイクドペンネ、そしてグリルドトラウトにします。お腹に余裕があればデザートはチョコレートムースにします。ここで働いている人たちはみんなとても明るくてフレンドリーです。一時この部屋は満席でした。まずはチーズがかかったホームメイドのパンが運ばれてきました。新鮮で弾力のあるパンです。チキンヌードルスープが来ました。香ばしい香りがして美味しいです。グリルドトラウトはケイジャンライス、アスパラガス、レモンディル、クリームソース添えでキュウリのサルサがトッピングしてあります。こちらはエビのベイクドペンネです。ミニトマト、スピナッチ、アスパラガスとエビに白ワインとアルフレッドソースをかけて焼いてあります。部屋は地元のアーティストによる写真や絵で飾られています。これらは買うこともできます。このような形で地元のアーティストを応援するのは素晴らしいことだと思いませんか？これらはとてもいい写真ですね。サボテンや色鮮やかな花もここのスペースを飾っています。デザートが注文できてとても嬉しいです。これを食べずに帰るわけにはいきませんよね。チョコレートムースはお豆腐をベースに作られているということです。ではいただきます。やられました。とても満足で幸せなディナーでした。お隣も人気のあるフランス料理のビストロです。3日後、再びランチに戻ってきました。前回と違う部屋に通されました。ここは量が多いのが分かっているので小さいサラダを頼みましたが、それでもこんなに盛りだくさんです。これはワイルドタイム丼のメニューから選びました。イエローカレーとファラフェルボールというもので、ファラフェルとココナッツライス、イエローカレー、アスパラガスにスピナッチと人参とスプラウトのサラダ、それにスイートペッパーのピクルスと揚げたワンタンの皮が乗っています。こちらはトロピカルピギーといいます。
ジャマイカ風のスパイスの効いたポークとココナッツライス、それにパイナップルのコールスローとスピナッチが添えてあります。お肉はとっても柔らかいそうです。2回にわたって私たちを満足させてくれたワイルドタイムカフェさん、ありがとう。ホリデーインの向かいにあるので、ここの泊まり客も歩いてやってきます。犬を連れてくる人はパティオ席で食事ができます。前回は気がつきませんでしたが、今日はこのプレートに目が留まりました。70年代の西部劇の映画で見たことがあります。そのうちのいくつかはここカナブで撮影されたそうです。残念ですが、ジョーンズさんは2週間前に亡くなっています。これは今まで見たことのない砂漠の植物です。このレストランの詳細は概要欄からどうぞ。ご視聴ありがとうございました。番組ではアメリカ在住30周年を迎えた私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることから、ピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて、私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたら、いいねボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。またチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問がありましたら、ぜひお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。